皆さんこんにちは。今日は東京駅に来ております。さて2024年スタートしました。明けましておめでとうございます。お正月皆さんはどのようにお過ごしになられましたか？なかなか少し悲しいニュースが続いております。本当に被害に遭われました皆さん、心よりお見舞いを申し上げます。その中でもなるべく混乱を一つでも解消できるようにということで様々動画を出させていただいたんですが、少しでも皆さんの参考になりましたでしょうか？なりましたら本当に幸いでございます。今後ともよろしくお願いいたします。さて、そんな少し暗くスタートしてしまった2024年ですが、皆さんはもう初詣は行かれましたか？初詣、三が日までに行うのが一般的ではありますが、日本各地には本当にいろんな神社、そしてお寺あります。で、それぞれ初詣を行っていて、いろいろ僕ちょっと調べてみたんですが、中には三が日、1月1日から3日までで200万人を超えるような神社っていうのが、要はご参拝の方が200万人を超えるような神社っていうのが、どうやら全国に10個ぐらいあるということみたいです。で、今回はちょっとそんな2024年なかなかちょっと暗いスタートにはなっていたんですが、ちょっと僕がですね、1日でそんな200万人以上人が集まるような神社の中からちょっとピックアップをしながらですね、この東京からちょっと西に向けて全国各地のさまざまな神社、そしてお寺で初詣をして回るということをね、やらせていただきたいと思います。神社っていうのは三が日までであれば深夜までオープンしているというか、でもご参拝できたりするわけなんですが、そうじゃなくなってくると門が閉まってしまうとかっていう、なかなか今日はタイムアタックに実はなっております。話を簡単に言うと、この東京から九州の方まで実は今回行こうと思います。というわけで、そんな神社のタイムアタックを兼ねがね、今回は1日でできるだけ多くの初詣をしてみたいと。それもね、200万人以上、かなり大きな規模の神社で、そしてお寺で初詣をするというのが今回の企画になっております。もうちょっとね、全国各地で2024年の無事を祈りつつ、そしてね、旅のね、安全を祈りつつやらせていただきたいと思いますので、一体どこの神社が出てくるのかなと、そして最後本当に九州の方に、門が開いている間に行くことができるのかなんていうところを皆さんに楽しんでいただけたらと思います。では改めまして、今回もよろしくお願いいたします。では早速企画をスタートさせていただきたいと思います。まずはここ東京にある日本一の神社、日本一の三が日の参拝客数を誇る神社を目指していきたいと思います。まず、いつもだったら JR の方に向かっていくんですが、ちょっとね、今回は本当にね、お尻が詰まっていますので、なんとか早く行けないかなと思って少し調べましたところ、どうやらね、東京から少し奥に行った向こう、今皇居見えてるんですが、二重橋前っていう駅に行くのが一番ベストらしいんで、まずはね、ちょっとそっちの二重橋前っていう駅を目指していきたいと思います。奥の方にやってきて、今ここが和田倉門と呼ばれる交差点になっています。ちょうど青い車が右から来ましたが、この目の前の道路が国道1号線国一という道路で、東京の日本橋からスタートしていて、大阪ですね、大阪の梅田新道だったかなまで続いているのがここ1号線になってます。で、目の前に見えているのがまさに皇居でして、皇居は新年、だいたい1月の2日に新年の一般参賀ということで、天皇陛下、これのご一家が、皆さんがお顔をお手回しになられまして、皆さんでね、日本の繁栄を祈って、明けましておめでとうございますっていうような会があったんですが、これについてはちょっと今年は1月1日の能登半島の地震で中止になってしまったというような、そんな事情もあります。そういったことが行われるのがこの奥にある皇居の中ですね。一般参賀、皆さんもよかったら2025年にはなると思いますが、参加をしてみてください。そちらも本当に多くの方が訪れるそうです。で、今回はここの下側です。行幸地下通路、下側入っていくという地下鉄ということになります。このね、行幸っていうのもまた一つ天皇様に関係がありましてですね、言い方変えるとみゆきとかも言いまして、要は天皇陛下が、ね、全国様々な場所に時折何かの会の開会式にご参加されたりとかいろいろされるわけなんですが、そういうお出ましのことをですね、行幸っていう風に書きまして、漢字で言うと要は幸せが行くというか、そういう感じなのかな。ちょっと違ったら本当申し訳ないんですが、そういったことでですね、行幸っていう風になっていて、で、ここの実はまっすぐの、東京駅のまっすぐのところっての行幸通りって言いましてですね、天皇陛下が東京からお召し列車とかで出かけられる際には、実はあそこを車で、天皇の様の車で走っていくんですが、それもあるので行幸通りなんていうそんなね話もあるんですね。はい、ちょっとそんな実は歴史深いのが東京駅の前のそれ丸の内側になっています。さあ入ってきたのはもういきなりメトロな雰囲気がするんですが、ここはねメトロを使っていきます。やってきましたのが千代田線の二重橋前駅丸の内でございます。ここから代々木上原そして綾瀬の方まで走っていくんですが、これですね、これ明治神宮前、こちらが今回最初に訪れたい日本で一番、大きな神社になっています。さてそんなわけで、このね二重橋前っていうのも実はこう東京駅方面改札なんていう風に書いてありますように、やっぱこう東京駅から地味にね近いよっていう駅で以前皆さんにご紹介させていただいたことがあるんですが、東京から直で千代田線乗ろうとすると、北千住の方に JR で行きますかとか、あとは丸の内線使って霞が関に行きますかとか、なんかいろいろあるんですが、地味にね歩くと 400m ぐらいでここに乗ることできるので、よかったら使ってみてください。さあ最初にやってきたのは千代田線に乗り入れている JR の常磐線の車両かなやってきましたね。代々木上原駅です。朝ですのでそんなに混んではなさそうですが、これね乗っていきたいと思います。では早速7時55分東京駅というか二重橋前から今回の旅がスタートをしていきます。ここから明治神宮前まではだいたい14分ぐらい15分ぐらいで行けます。原宿とかやっぱ山手線で行こうとするとどうしても30分ぐらいかかってしまうので、やっぱりこう二重橋前から地下鉄で行くっていうのが結構いい選択肢になりそうですね。はい、ということで東京駅からだいたい15分ぐらいでやってきましたのが明治神宮前原宿です。もともとは明治神宮前っていう駅だったんですが、 JR の原宿も近いんで原宿っていうのが名前つくようになっています。ちょうどいいとこに地図があって、東京はこういくつかこうね皇居とかを含めて森というか場所が用意されているんですが、東京から見ていくとこの赤坂御用地、これも天皇陛下に関連してて、でここが新宿御苑っていうのもやっぱり天皇陛下に関連している施設なんですが、この明治神宮前原宿のここにあるのが明治神宮っていう神社になってます。どういう神社かっていうのは上に行ってからご紹介させていただきたいと思いますが、ちょうどこんな感じでね、大きい感じなんですね。明治神宮シュライン、神宮なんで神社なんでシュラインと書いてありますが、早速じゃあちょっと上の方行きましょう。ということで上側に上がってまいりました。ちょうどこう目の前にある道路っていうのがまさにこう神宮に至る道になっている、要は参るための道の参道で、表参道裏参道っていうのはあるのかどうか分かりませんが、まさにこうメインな通りになってるんで表参道っていうのがここになっています。ですが、今になってみると結構こうファッションだったりとか、あと青山とかって一帯っていうのをこう街として表参道を指すようになってるんですが、正確に言うとこの目の前の表の参道っていうのがあったので表参道ってこう駅になっているんですね。でそこから歩いていくといよいよここから入ることができる神宮橋っていう、昔は川だったんでしょうか、今はもう山手線とか湘南新宿ラインが入ってくる場所になってはいますが、ここが川を渡っていくといよいよ目の前に見えてくるのが、ここが明治神宮という場所になっております。6時40分から4時20分になっているそうですね。危ない危ない、結構短かったので、よかったよかった早めにっていう形になっていますが、これがね明治神宮という形になります。でこのようにですね、実は明治神宮っていうのは神宮って名前がついていると、やっぱこう伊勢神宮とか熱田神宮みたいに、かなり古い神社っていう風なイメージがあるかもしれないんですが、結構ね新しい神社になっております。というのもですね、この中入っていきますと、まずは、一応ちょっと謹賀新年をご紹介しますか、本年もよろしくお願いしますと、書いてあって、結構本殿とおみくじとかお参りの場所は違っているそうなんですが、入ってくると、大抵ねどこでも神社っていうのは鳥居をくぐって中に入っていくというスタイルになっているんですが、実はこの明治神宮っていうのはその伊勢神宮とか熱田神宮とは違いまして、まさに上側わかりますかね、このマーク実は菊の御紋になっております。そう、実は明治神宮っていうのは結構、日本一の神社、例年もこう320万人ぐらいの方が三が日でお越しになられる場所にはなっているんですが、天皇様、明治天皇様をご祭神とされている神社になっています。なので比較的新しいです。明治の時代って言って、今からしたらもう100年ぐらい前になってしまってはいるんですが、でもね要は昔の神々様というよりは、このように天皇陛下、明治の天皇陛下を祀るご祭神とされているっていう神社がこちらになっているんですね。なので、このように、最初ね、鳥居とかも結構入り方があるんですが、最初に真ん中で頭を下げた後で左側とかっていうのを歩くっていうのは、一つあって、結構ね、鳥居の前では頭を下げながら入っていくのが一つね、マナーになっていますので、僕も一つ早速ね、入らせていただきたいと思います。よいしょ。入ってくると東京とはやっぱり思えないような喧騒、静けさですね。で、こことかも本当にお正月とかっていうのはドワーッと人が並んで、特に元日とかねなっていますので、それがちょっとね伺えるような広さと、そしてなんか森のすごいマイナス弦を感じられるようなそんな雰囲気になっています。さあ、広い道路を歩きながらもう一回出てきたのが大通りです。同じような形にはなっていますが、ご本殿に近づくともう一個あるっていうのが結構神社とかではあるあるなタイプになっています。一つ一つ説明くださってるのが明治神宮となっていて、この明神鳥居と呼ばれる大鳥居っていうのは一番大きい、日本で一番大きい木造なんですね。すごいですね。色が結構ね、味が出ていて、やっぱり上側の菊の御紋が素敵な形はするんですが、ここがね、大鳥居という、木造の大きな鳥居になっています。で、奥の方にやってきますと、こちら謹賀新年、書かれていますが、そちらに明治天皇様と、あとは昭憲皇太后様のお歌が飾られていますが、これを見るにつけても、明治神宮っていうのが、こちらのお二方をお祭りしている神社なんだっていうのがわかるかと思います。この明治神宮、このお二方をお祭りしている神社になっていますので、1920年、明治天皇様がご崩御なさった後に、作られたっていう。なので、ちょうど、今2024年になったので、104年目でしょうか。という、まだ新しい、形になっているんですね。で、やっぱり上側に、いろいろとマークがついていて、三宮橋、吉原宿、代々木明治神宮前北参道という、さっきのね、参道ですね、やっているのと、あとはこのように、はぐれた方は待合所へ来てねっていうように書かれていて、やっぱ今は本当にもうスルッと通れるような、三が日じゃないんであれなんですが、やっぱ320万人っていうことを考えるとっていうわけで、一応ね、逃げれるようなっていうのが、必ず上側にあって、で、確か僕も昔ここに来させていただいたときは、確かこの辺だったかな、まで並んでいたようなイメージがあります。さて、そして左側に見えてきたのは、これはね、手水ですね。よく手の水って書かれていますが、手水っていうものになっています。これも一つね、マナーが実はあって、ここは柄杓はないのかななんですが、柄杓がある場合っていうのは、左手、右手やって、左手を器のようにして、そして、口をすすいで、そして、柄杓の方をキュッとやりながら、なんていう、実はマナーもあったりということになってますね。ただ人数が多かったり、感染症下で柄杓っていうのもね、少し広まってしまう。ということもあって取り入れてない神社も最近は多くなっております。じゃあちょっと僕はね手水の方をさせていただいて、いよいよ本殿の方入っていきます。早速入っていきましょう。南神門というものかなの方から入っていって、奥に見えてまいりますのがご本殿になってます。鳥居もそうですが、僕は結構ここでもいつも頭を下げさせていただいてたりとか、あとはね、これも確か踏んでいい場所といけない場所っていうのがあったようなイメージがあります。確かこれは踏んじゃいけなかったんじゃなかったかな。確かそんな形でしたね。で、その後はさっきお話ししたように、真ん中っていうのは義理の義理までは神様の通り道と言われているんで、少し端っこの方から来て、最後に真ん中に確か行ってお参拝させていただくっていうことだったような記憶があります。はい、じゃあ、その前にここかな。で、明治天皇様と昭憲皇太后様をお祭りしている神社になっているんですが、一応ね、ご利益といたしましては、薬剤とかっていうのを防止するっていうのと、あとはお二方結構仲が良かったそうですので、意外にも縁結びのスポットとしても有名ということみたいです。なので、その記念したような、木だったりとかっていうのも実はね、パワースポットになってるようなんていうようにも言われておりました。じゃあね、今回の、初詣のルールといたしましては、どこもここでもお守りもらってくると、そういう喧嘩をするとも実は言われておりますので、お守りではなくて、まずはご参拝をさせていただくことと、あとはね、おみくじをね、一つまた引いていくということで、いろいろと各地集めていくっていう、そんなスタイルで行かせていただきたいと思います。では早速、じゃあこちら、明治神宮ですね、で、お参りをさせていただきます。では、無事にお参りさせていただきました。無事の今年の2024年の安寧を祈らせていただきました。さあ、本当に今はもうシンプルではありますが、もう奥に入るときは多分、もうちょっとなんか送電っていう形になるので、別のお願いをしなきゃ確かいけなかったのかなと思いますが、これでじゃあ一つ明治神宮を、終了させていただくというわけで、早速ね出ていきたいと思います。ここ本当300万人を超える方が訪れるという場所になっていますので、おみくじとかっていうのもね近くではね売らないんですね。少しまた別のスポットになっていますので、そちらの方でね行きたいと思いますが、やっぱここもねやっぱりあれですね、菊の御門といいますか、やっぱこう天皇陛下にゆかりのあるんだなっていうのが見るにつけてよくわかる場所になっておりますね。じゃあちょっとここもまたね一つ頭を下げて出ていくということになっていますので、いやなんかこう心が洗われますね。いや本当になんか日本人の感じだなというのがわかるんですが、明治神宮さんはですね、よいしょと出ていくという形になります。よいしょっとここかな。普段だったら多分ここでね、お守りとか売ってるんですが、ここはちょっと今、三が日というか、1月中いつまでかは書いてませんけど、人が溢れちゃうっていうこともあって、少し離れた場所で、いただくという形になっておるようです。さてさて、奥の方にやってまいりますと、こちらがお守り、お札をいただく場所、ちょうど明治神宮会館と呼ばれる場所の近くになっております。要は大きいですし、本当に多くの方がいらしてしまいますので、場所を分散させようという意図があるんでしょう。ここにね、重要所というふうに書いてありまして、お札とかをいただくならこう右側で、おみくじしたいよっていう場合はこう正面でするよっていうことになってますね。はい。なのでね、じゃあちょっとね、おみくじだけ引かせていただきまして、原宿駅の方にまた戻っていきたいと思います。このように絵馬とか、今年は辰年ですね。龍の年になってますが、絵馬とかっていうのもご奉納する場合は左側でやるよということで、記入させていただくような台っていうのが用意をされております。おみくじをいただいてまいりました。こちらですが、おみくじが一応シャカシャカして出していくタイプになっていますが、伊勢神宮と同じですね。大吉とかっていうのを出すとか、吉とか凶とかっていう形ではなくって、明治天皇様の、お歌を書いてあるそうでして、こちらをこう読んでですね、指針としていくということになっています。はい。なので、このように書いてあるのが、いただきました17番だったんですけど、差し昇る朝日のごとく爽やかに、もたまわしきは心なりけりということで、こういうこと書いてありますね。心はいつも清く明るく持ちましょうということみたいですね。誰でも爽やかな力なので、朝起きるということなのかな。はい。いや、ほんとね、素敵なお歌をいただきまして、確かにこう、清く明るくということで、僕もね、清く明るくじゃあちょっと、ね、やれるようにしたいなというのと、今日は朝ね、実は7時ぐらいからもう動き出しているので、ちょっとある意味こう、朝起きてよかったよと、こう、エールを送ってくださったような、そんな気持ちになりましたが、一応ね、ちょっといただきましたので、じゃあまた次のね、神社の方に行きたいと思います。お帰り道の方から出てきて、今からは次の神社に向かいますが、さっきは千代田線、地下鉄使ってまいりましたが、しかし、次はね、千代田線じゃなくて、山手線 JR の方で移動をしてみたいと思います。ちょうどこちら原宿駅用意されていて、原宿には前ご紹介した宮廷ホーム、天皇ご一家が、お見知り車乗る場合に使っている、最近はもう使ってませんが、そんなホームもあるよということで、ここ原宿や代々木っていうのは、そういったやっぱこう、ゆかりのあるような場所になっているということですね。はい。そういうわけで、じゃあ早速こちらの方から、ここもまだちゃんと書いてありますが、表参道階段と表参道方面と書いてありますね。やっぱこう参道っていう雰囲気、もちろんこっちの右の方に行けば竹下通りとかっていうことで、まだちょっとね、ファッションというか、こうまた神社とはまた違った雰囲気の街が広がっているのがこの場所になってるんですが、今日はね、そうじゃなくてスピリチュアルというか神社の方をね、進みたいというもので、原宿 JR の方から行きたいと思います。原宿駅もうすぐに山手線に乗ってしまいました。実は原宿駅もまた明治神宮に関連して混雑緩和のために、今で言うと京葉線の舞浜駅のように少しこう出口だったりホームだったりっていうのをずらしたりしているんですね。そのためちょっとなんか出口の方が奥の方まで行かないと電車に乗ることができないみたいな感じになっていて、今日もう電車が来ていたんで、ちょっと今日はまだこの後はカツカツに入っていますので、早速乗ろうということで山手線乗らせていただきました。で次に向かう方面は品川方面です。品川方面へと移動をしていきます。さて電車で原宿からだいたいこれまた15分ぐらいで品川駅にやってまいりました。で今回ね2つ目の初詣スポットに向かおうと思うんですが、ここの品川から京急に乗っていきたいと思います。次にちょっと向かおうとしているのが、どうやら初詣の、ある意味で言えば起源になったような場所だそうです。ちょっとその神社の詳細について、神社じゃないな、次は実はお寺ですが、その詳細についてまたちょっと後ほど皆さんにご紹介させていただきたいと思いますが、まずは早速この品川から乗り換えしていきます。早速京急の品川駅にやってきました。ちょうど空港の方に行きそうな京急の車両ですが、京成かですか、高砂行きになっていて、途中から名前が変わるのかな、そんな列車。非常に品川も混雑していますが、ここからですね、今からイブニングウィングじゃなくて快特の三崎口行きを使って川崎の方まで移動をしてみたいと思います。もう乗ってる方もいらっしゃいますね。そんなこともありまして、まずはね、ちょっと次の神社、ちょっとここも乗り換えがしばらく一気に続いちゃうので、説明の方はもしかしたらついてからになっちゃうかもしれませんが、まずはね、こっちの列車で移動していきたいと思います。さて、早速品川から出発です。今回は快特に乗っていくんですが、ちょうど2扉の結構快適な列車で乗ることができました。さっきちょこっとだけお話をさせていただきましたが、次に向かっていく場所が初詣発祥の地なんていう風に呼ばれています。もともと1899年、相当昔に京急大師線っていうのが開業して、この京急であったり新聞とかっていうのがプロモーションをしたことによって、正月に鉄道で神社仏閣に参拝することがブームになったよってことで、いろんな神社、今は明治神宮様が一番にはなっているんですが、実は京急っていうのもその初詣、最初に初詣しようっていう風な話ができてきたっていうのでは、かなり一躍を担っていたということになっているようです。しかし1899年になっていますから、正直言って初詣っていうのはまだできてからというか、文化になってから100年ぐらいしか経ってないってことなんですよね。そんな話をしながら、見えますか、ちょうどこれ京急なんですが、まだ都心部走っていますが、なんと富士山が見えております。いやー、今日そんなおめでたいような企画をやらせていただいていますが、まさかの京急から富士山が見えるという、なかなか今日も幸先がいい感じですね。こんなに綺麗に富士山の頭まで見えていて、きっと今日だったら都庁とかスカイツリーからも富士山見えていたかもしれません。いや、なんかちょっと縁起いいですね。ということで京急川崎駅までやってきました。次に神奈川県、東京から出て神奈川県までやってまいりました。さあ、次に目指していく、関東の神社仏閣というか寺社ですが、次はこれです。京急大師線というのを乗りましてですね、川崎大師というのをちょっと目指してみたいと思います。今回は最初に日本一ということで明治神宮を選ばさせていただきまして、一応300万人を超えるぞと言われています。大きな神社とかお寺っていうのが3つあって、今回の明治神宮前と、あとは今ご紹介した川崎大師、さらにはちょっと離れた千葉の成田山新勝寺というものがあります。ちょっと今回は西の方にも行きたいなと思ったんで、川崎大師もしくは、成田山新勝寺悩んだんですが、成田山新勝寺行ってしまうと、相当早い時間から始めれば話は別なんですが、ちょっとだいぶね、遠すぎるということで、今回はね、10個のうちから少し抜粋させていただきたい。かつ、とはいってもね、大きなところというか、300万人の超えるところっていうのも皆さんにご紹介したいですし、あとはね、実はちょっとご利益もいろいろと考えてやらせていただいておりまして、そういうこともあってですね、続いては、このね、京急大師線の方を利用しまして、小島神殿なのかな、確か小島神殿って京急の大師線でちょっと乗ったことないんですが、川崎大師の方を目指していきます。こんな感じで、普段だったらもうちょっとね、本数が少なくて15分に1本ぐらいかな、10分に1本かなんですが、今日はお正月ダイヤなんで、このように6分に1本ということで少し多めで運転をされてます。やっぱそこは300万人というパワーなのかもしれませんね。で、奥の方から電車がやってきました。ちょうど上側、あれが高架に上がっていく、本線に上がっていく直通の線路みたいなのも用意されていますが、こっちの大師線っていうのはやっぱり本線とはちょっと違うので、4両編成で京急川崎と小島新田駅っていうのをずっと行き来しているような列車になっているそうです。めっちゃ混んでるかっていうとそういうわけではありませんが、でもなんかね、競馬だか競輪だか、その公営のものっていうのもあって、ちょっとね、これ降車用と乗車用っていうのが分けられているようなものにもなっているそうです。そんなちょっとね、なかなか変わった場所になっているんですが、でも今は右側からなんで、混雑は中程度とかなのかもしれませんね。では早速これ乗って京急の川崎大師へ行きたいと思います。では早速、今回は全面展望の座席があったので全面展望で移動をしていきます。これさっきお話ししましたが、この川崎大師への京急大師線というのが初詣ルームに火をつけた列車になっています。もともとは大師電気鉄道っていう路線、京急ですが、なんでこの大師電気鉄道の時に、プロモーションをいっぱい行ったので初詣にたくさんの方が行くよってことになったという、そんな発祥の景色を見ながら川崎大師に向かっているということになっております。で、川崎大師駅にやってきました。ここがちょうど川崎大師に行く道ということで、まさにあそこに表参道と書いてありますが、ここが川崎大師の駅です。すぐに行くことができるようになっていますので、赤色になっているのと、あとはこんな感じですね。結構大きい駅がね、大きいですね。このように、広めになっているので4両しか来ない駅にはなっていますが、皆さん参拝しやすくなっているのがここの特徴になっています。川崎大師参拝の方は、北口出て踏切を渡る、もしくはこっちから行くことになっていますが、電車もそうね、高頻度とは言っても比較的空きがあると思うので、こっちから行こうと思います。駅の方反対側、これが門松があるのと、入り口専用出口専用みたいな感じで分けられているのがなかなか大きくなっていますが、次に向かおうとしている川崎大師、ですが、本名というか今から行こうとしているのは川崎大師にある平賢寺と呼ばれるお寺です。最初に行ったのは明治神宮なので、シュラインでなので神社ですが、次に行こうとしているのはお寺ですからテンプルですね。なので、ちょっとね、そこが役割が違うっていうのと、着いた時に話そうとは思いますが、歴史がやっぱちょっと一つね、長いものになっています。ただ先にお話ししておくと、10年に一度だけ御開帳なんていうのが、ここにちょうどね、初詣とか書いてあるんですが、あるということになっているそうなんで、そんなね、貴重なものもどうやらあるそうです。たださっきの明治神宮とまたこと違うのが、街中にありますからね、表参道って書いてありますが、ちょっと商店街のような雰囲気もありますね。で、今回の川崎大師ですが、厄除けの神様というものになっているそうです。なので、少しね、また毛色が違うというか、さっきだったら、縁結びとか、あとは明治天皇様ですから、新しい神社になってますが、次の川崎大師さんというのはちょっとね、古い神社、お寺ですね、になっているようです。もうあって、こんな感じでいいですね。屋台ですねがいっぱい出てるのも特徴ですね。やっぱ街中、さっきの明治神宮とかは本当区画がしっかりとしているような、すごいなお酒のコーナーもあって、なかなか面白いんですが、区画があって、そこで一部、それもこういう屋台の皆さんがやってるっていうよりも、ちゃんとしたお店みたいな感じでいくつかあったんですが、すごいな、いろいろ。こっちはね、いわゆる、よくありがちな屋台みたいなのがいくつか出ているという感じなんですね。いや、僕ベビーカステラめちゃくちゃ好きなんですが、ちょっと今はね、花より団子ではなくて、まずは表参道というかね、このね、ご参拝をしないとね、話がしないというか、今日まだ先がありますからね、時間がないんで、とにかくちょっと急いでいきたいと思います。いよいよ真ん中の方、参拝の本当の表参道、より表参道というかにやってきましたが、この辺は、やっぱ地元っていうか場所なんで、車ですね、規制ができないっていう感じになってて、それもあってね、結構ね、混乱しているところはありました。で、ここから先入っていくのが、これ仲見世となっています。これね、ちょっとまた違うというかなのが、要は、浅草の浅草寺っていうのも、あれはお寺になってるんですね。で、こちらも、今回は平賢寺でお寺になっているので、目の前へ入っていくのが、このように、仲見世と言っています。さっきのように明治神宮とかっていう場合は、参道、参拝っていうことなんで、あんまり詳しい、ここについては、まだ詳しい知識がないところが、申し訳ないところであるんですけど、お寺が仲見世っていうのかな。ちょっとその違いが感じられますね。でも本当に多くの人がいらっしゃってて、今日三が日じゃないんですが、非常に多くの方が集まっているよっていうので、やっぱり300万人っていうのは、だてではないなっていう感じですね。で、やってきました。金剛山と書かれていますが、こちらが大本山、平賢寺と言われている、川崎、通称川崎大師という場所になっております。ここから入っていて、正面に見えるのが大本堂となっていて、さっきとやっぱ違うのは鳥居じゃないんですね。神社ではなくてお寺様なので、今度は鳥居というか、入り口をくぐって、門をくぐっていくというような、そんな流れになっています。こちらですが1128年大治3年にできた、お寺ということになっていまして、さっきの1920年の明治天皇様のご崩御に合わせて作られた明治神宮とはまたちょっと雰囲気が違います。でこちらは、御祭神という言い方を、するのかな。御祭神じゃないですね、ごめんなさい。こちらはご本尊という言い方をしまして、御祭神ではなくて、そのなんだ一番こう、メインでお金を飾られているとか祀られている方っていうのがご本尊が弘法大師様になっています。弘法大師様というと、もっと分かりやすい言い方をすると空海さんになっていて、空海さんというとやっぱ高野山っていうイメージが、結構ね、受験の時に社会で最澄と空海どっちだというね、どっちかが比叡山略寺、どっちかが高野山なんていう風に話をされたりするんですが、高野山のところからこう、もう一つ作ったよっていう形になっています。でこちらのご利益の方につきましては、まさに厄除けさん、厄除け大師、川崎大師という風に言われているのがこちらの平源寺ということになっております。なので上にもね、厄除けっていう風に書かれてますので、まさにでも今本当に2024年ちょっと一つ超ね、元気がないというか良くないことが比較的起きている方からすると、少しこの、平源寺というのがね、非常に今一番合ってるのかななんていう風にも思いまして、そういう風にねやってきたということになります。でも本当人が多いですから、まずここでね、今度はね、鳥居じゃないんですが一礼をしていくという感じになります。こうね、阿吽の像が、いるのが強いですね。まさにこれ、そしてね、奥の方に行くとこう煙があるよっていう感じになってて、一応でね、それでもここには手水、手を洗うとこはありますから、手水をしてから奥のとこでね、煙とかやりながらっていう感じになりますね。でですね、こっち見るとおごま受付所ということで、おごまって確かこう焼くんだったかな、札みたいなものを用意してお焼きするやつですが、すごい時刻表のようなものがついていて、次は10時に始まりますよなんていう風に書いてあるあたりは、なかなかちょっとすごいっていう感じがしますね。でこれは皆さんよくありがちなやつですが、この皆さんね、この100円の、お香ですね。まさにお線香ですが、お線香をこう置いて、こう煙をね、こう直したいところというか、何か変えたいところにこう浴びて入っていくっていうのは、浅草寺と同じで、まさにこうお寺と同じ雰囲気となっておりますね。ちょっと混んでますので、僕はちょっと煙をいただくだけで買いまして、ちょっと頭と目とね、こう、足かな、やらせていただいて、ここがね、中がね、入っていくよということになりますので、ここはね、お大師様、なんかすごいやってますね。このね、奥にいらっしゃるのが、ご本尊様がいらっしゃるということで、早速ね、行きたいと思います。ね、お参りをさせていただきまして、こちらはお寺になっていますから、二礼二拍手一礼ではなく、言葉がそれぞれお寺によって用意されていて、例えばこちらだと南無大師返上金剛というふうにお話を、念じると言いますが、念じさせていただきながら、お願い事をお伝えするっていうような、そういうここになっていますね。で、またこれも同じくで、おごまの方はね、もうちょっと中に入れる、ご本尊の近くの方に行くことができるよっていう場所がありますが、こちらの方からね、移動するよっていうのと、あとはこれもまた多めですね。だいぶ人が増えてきました。目の前のところの横にお札とかお守りの場所っていうのが用意されているので、こちらでお札お守りをお授けいただくと。そしておみくじとかやりたい場合も、こう端っこの方に行っていただいていくという形になります。そういうわけでね、僕もじゃあちょっとね、さっきのお話通りではありますが、おみくじをまたいただきまして、そしてまた次の神社の方に移動してみたいと思います。これどっちなんだ、正解が分かんないけど、人がいないからこっちいいのかな、こっち行きたいと思います。こちらは同じくシャカシャカと振って、番号の、箱から引っ張ってくるというような、そんなスタイルとなっておりまして、無事に今回もお授けいただきました。どういうような名前か分かんないんで見てみようと。これはあれですね、マジか、今日か書いてありますよね、これ。物事相互錯考してはばからず、なんだこれは、家紋の不和なる魚の水なきがごとし、一心に大師を念じ静かにかご。そうですか、願望のれに錯雑なり相殺して、これはなかなかあれですね。なかなか重たいですね。そうか、結構なんかね、浅草寺もそうですけど、出やすいんですよね、これね、今日はね。そうかどうかわかんないですけど。あれ ?54 番。あれ、僕50番なのになんで54番。あれ ?50 番なのになぜか54番を引いてしまうという。嘘。さっき50だったのになんで ?50 のとこに54。え、嘘。これ違う違う違う、これ違う違う違う、ちょ、50だった、50だった。ということでですね、ちょっと見事にトラップに引っかかってしまいましてですね、なぜかですね、これ箱が1、2、3、4、5、6個あるんですけど、右側だけがね、なぜかね、50番が、54が入ってるっていう、とんでもないトラップになっていて、とはいってもね、もう1個お授けいただくということで、ちょっとね、周りの方というか、ご相談したら、まあ一応ちょっと100円の方をね、ご奉納いただきまして、他のとこでちょっと50番お引きくださいっていうアドバイスをいただいたんで、引きましたよ、50番。これですよ、本当に。物事を更新し進みて利あり、はじめ苦労あるが先は生む愛通じて幸い社地をべし、常に大事を念じ努力すれば長く、社地を保つべしということで、だいぶ変わりましたね。いや旅行は一人旅を慎むべしか。そうか、今日一人なんだけどな。あ、方角はね、最北だから、まあ、西か、はい、なんちゅう感じで、わ、びっくりしたな、本当に。ちょっと50ねえ、というわけで、ちょっと54番の方はね、さすがにちょっとね、戻すっていうのもおかしいと思うんで、一応結ばせていただきたいと思います。はい、一応ね、今日とかが出た場合が結ぶっていうのが基本的なパターンになっていますね。いいものは一応ね、持っておいて、常にこれを見ながら、反省というかね、こう振り返るっていうのがおみくじとされております。そういうわけで、西下脱門と呼ばれる場所から出てまいりました。少しね、こっちの方が駅に近いかなと思いましたので、こっちから外に出させていただきました。一応なんか出るのは、あと入るのはできないということになりますね。はい、大本堂のお参りはできないよということなんで、出てきたということになりました。まあ、いろんな、屋台とかもあって、屋台もでもちょっとね、値上げの波が来ているみたいで、これもだったら500円とかで返したものがみんな600円になってましたね。まあ、ちょっと特に今はね、次に行きたいんで買わずに来ちゃいましたけど、まあ、でもね、やっぱそういうところも変わってるんだなというか、こう時代の流れだなっていうのを一つ感じてしまいましたが、これでね、お寺様厄除けの方をね、やらせていただきました。さて、再び川崎大師駅の方に戻ってまいりました。いや、本当に今思ってもな、50番のとこに54番が突っ込まれてるとは思わないよな。いや、ちょっと、まあでも、もしかしたら54番こそが50番ではあったけど、本当だったのかもしれない。いろいろちょっと考えると、なんかすごい複雑な思いになりますが、まあとりあえず再び川崎大師にやってきました。まあでも、そんだけ逆に言えばたくさんの方がおみくじを引いていて、こうね、補充するのもちょっと大変だったということなのかもしれませんが、はてさて。さあ、じゃあ次はね、再び京急乗って、ちょっと今度はね、東京から少し遠目に離れていきたいと思います。まあ、成田山新勝寺っていう手もあるんですが、まあ、今回は全国でなるべく200万人以上の方が訪れる大きなところっていうのをいろいろとこうご紹介しつつ参拝していきたいと思いますので、ちょっとね、次はね、品川の方に向かいたいと思います。はい、というわけで列車来ました。これさっきのタワーと同じかな、なんかちょうどいい感じのサイクルだったのかもしれませんが、いい感じに乗って、またこれで京急川崎ですねに戻っていきます。やっぱり小島新田からだと空いてるけど、ここでめっちゃ人がいっぱい乗るっていう感じになってますね。しまった、今上側に上がってきたんですが、ちょうどね、普通品川行きが出ていきまして、いや、品川に行くときってどうやらですね、普通列車に乗って蒲田で乗り換えた方が早く行けたらしくって、やっちゃいましたね。なんか羽田空港から来るやつがあるんで、そっちで乗り換えた方が早いんですが、ちょっとね、失敗しまして、いや、この失敗は後でね、ちょっと尾を引かないことを強くお祈りしたいんですが、果たして大丈夫かなと。なので、そんなわけでですね、次は5分ぐらい待って、青砥行きの特急列車をちょっと待ちたいと思います。いやー、心配だな。そして、久々に京急乗りましたが、エアポート急行じゃなくて、本当に急行になってましたね。おー、変わったなー。さあ、左側やってきました。おお、水色の車両だ。確かブルースカイトレインが、でも混雑がえぐいなが、しかしちょっと珍しい列車が来て、これももしかしたらご利益があったのかもしれませんが、ちょっと珍しい水色のブルースカイやつ乗って品川に行きます。いやー、めちゃくちゃこの列車も混んでいて、途中蒲田からとかも羽田空港の方からの方が乗り換えてきたりといった具合に、最後の最後までめちゃめちゃ混雑をしていました。まもなく品川に到着しますが、品川もまたなんか今工事をしてて、なんか横側を見ると高架みたいなものを作ってますね。ちょっと僕もこの工事計画あんまり詳しくは知りませんが、品川駅どう変わっていくんでしょうか。高輪ゲートウェイだけではなくって、品川駅も何やら新しく変わっていくようです。ということで品川にやってきました。与論島のこう設定がされているっていうちょっと面白い列車でしたね。さて、この後はちょっとね新幹線にも乗って移動したいと思います。そういうわけで少しここでね新幹線の1本がちょっと後をね変えるんじゃないかなというふうに思っておりまして、差し当たりちょっと京急出て新幹線のとこまで一気に行っちゃいたいと思います。というわけでまずは品川までやってきました。新幹線までやってきました。品川駅は結構東京と比べるとシンプルなんで、比較的早めにやってくることができました。さあ、ここからは西に行きたいと思います。あとは今回ご紹介しない神社としては埼玉県に氷川神社っていうのがあり、それもまた200人以上の方が訪れるような大きな初詣の神社となっています。それと浅草寺ですね。あとは成田山新勝寺あたりっていうのが有名どころになっていますが、今回はちょっとね日本全国行こうかなということで割愛をさせていただきたいと思います。さあ、次ですが実はね名古屋の方に行きたいと思います。ちょっとね名古屋もちょっと一つ皆さんにご紹介したいものがありまして、ちょっとねそんなこんなで名古屋に行きます。で、のぞみ号はもう今日は実は1月4日過ぎてるんで全車指定席じゃなくなったんですが、ちょっとね、やっぱり EX の料金高めということになっていて、実はこのちょうどね乗りたかったんですが、639号という光号停車駅見ていただくと新横浜、豊橋、名古屋になってます。豊橋を越えるとてか、名古屋を越えるとめっちゃ遅くなっちゃうんですが、名古屋までだったら比較的ゆったり行けるぞっていうことで、この新幹線に乗って次は名古屋に行きます。っていうか、よく見たら自由席ちょっと空いてて、さっきね指定席覗いてみたらですね、なんとほとんど窓側が空いてなくて B ばっかだったんで、今回はちょっとねもうなくなっちゃうというか消化しかできないんですが、ポイントを使って贅沢にさせていただこうということで、初詣企画、おめでたい企画なんで、僕はねここからねグリーン車をちょっと予約させていただきちゃいましたので、これでね利用したいと思います。自由席でもこんなに空いてるんだったら自由でもよかったかななんていう感じなんですが、しかしでも朝ごはん実はまだね食べずに、今日は朝からずっと動き続けてるんで、ここで一つモバイルオーダーってやつも確か使えたと思うので、ご飯を食べさせていただきながら名古屋に向かっていきたいと思います。じゃあね、汗汗、本当汗汗ですね。早速光639号の新大阪駅で名古屋に向かいます。では余裕で品川駅を光号で出発をしていきました。帰省ラッシュも U ターンラッシュも終了したということで、混雑はやっぱりその時に比べればだいぶ緩和をしています。でもやっぱり指定席の販売状況とか見てると、グリーン車は丸になってきましたが、指定席はやっぱりバツになっているので、なかなか大変ですね。やっぱ新幹線も大人気なんだなっていうのがよくわかります。ちょうど奥に見えてるのは昔僕もよく泊まらせていただいた品川プリンスホテルでした。なのでこのようにグリーン車入ってくると、グリーン車も本当に贅沢ではありますが、比較的こうね空いているようなイメージがありますね。しかしグリーン車も結構最近お子様連れというか赤ちゃん連れの方がすごく多くてね、結構赤ちゃん向けに人気になってきたんですかね。結構ね元気に赤ちゃんとか子供さんがしている様子も見ますが、さてさてって感じですが、これがグリーン車になっています。ちょっとだけ大きな窓で非常に快適でございまして、本当にね移動し続けではありますが、今日もね実はサンライズに乗ってきてまして、大阪からサンライズに乗ってきたんですが、非常にね眠くなっております。でこれもおしぼりがいただけます。光号なんですがおしぼりをいただけるよってことで、ちょっとねデザイン変わりましたね。昔は三浦和だったんですが、最近はちょっとこれ誰かわかんないですけどデザインが変わったなっていう感じなんですが、ちょっと落ち着いて移動していきたいと思います。ただいま進行方向右側の窓より日本一の山富士山が綺麗にご覧いただけます。本日は天気も良く、富士山の絶景をご覧いただけます。わずかな時間ではございますが、どうぞご鑑賞ください。なんて感じで、すごいまためったに聞くことができない富士山放送が流れてきて、これはちょっともうグリーン車にしてよかったなということで、進行方向右手側新富士付近では綺麗な富士山がというか京急から見えていたんで、きっとこれは見えるだろうと思ってはいたんですが、やっぱり綺麗に富士山が見えてちょっと嬉しいですね。でモバイルオーダーというものをお願いしてジュースとミックスサンドをいただきました。結構高い朝ごはんにはなってしまいましたが、このミックスサンド意外と美味しかったりします。昔は色々サンドイッチもあったんですが、最近はねちょっと種類が減ったという感じですね。あとは眠いんでジュース、ポンジュースをいただきながらということで、富士山も見ながら、本当に快適、最高でございます。で列車はこのように静岡も通過をしていますね。今回の新幹線は新横浜を出ると次は愛知県の豊橋まで止まりませんので、そのままぶっ飛ばしていくという感じになっております。さてやってきました、名古屋に到着でございます。名古屋、なんかさっきまですごい富士山も綺麗で明るかったんですが、西へ来るにつれて若干曇っておりますが、名古屋です。いや、一応ののびよりも光は一番早く名古屋に来ることができましたが、ここからはもう光号はゆっくりゆっくりになりますので、のぞみ号にここで抜かれるという感じになるそうです。さて、おしゃべりをしている場合ではなくって、さらにまだ行かなければなりません。次は名古屋にあります愛知県の、一つね、これまた202万人以上が来る神社の方に、次はね、神社の方に向かっていきたいと思います。名古屋駅出てきて名鉄の方にやってきました。僕はもう非常に大好きな名鉄なんですが、新幹線からもう慣れた人であれば、特に走ってるわけでもないんですが、5分ぐらいで結局来れてしまいます。この出口の方からね、愛知系カードなんで入っちゃいますが、名鉄で次は一つね、行きたいと思います。愛知県にある神社と言いますと、熱田神宮でございます。はい、次に行く神社ですが、熱田神宮、名前で熱田さんとかいろいろ呼ばれていたりもするんですが、そんなね、熱田神宮にちょっと次は行ってみたいと思います。ということで、名古屋駅の名鉄のホームにやってまいりました。いや、ちょうど右側にニュース会がいて、実は今回はそのまま神宮前っていうところに行こうと思います。いや、正直言って、神宮前であってもちょっと乗ってもいいかなって一瞬思ったんですが、ミューチケットを買う時間がちょっと長すぎたんで、やむなくということで今回は置いておきたいと思います。今回向かっていく熱田神宮ですが、最初に行きました明治神宮と同じ、神宮の名前がついています。しかし、神宮といってもですね、名前は同じでも実際の役割は全然違うよっていう、そんな場所になっていて、どんなところなのかっていうのはね、ちょっとこの後皆さんにご紹介したいと思います。今回は名鉄で行きますが、別に名鉄じゃなくてJR を使って熱田駅っていうのがあるんで、熱田駅っていうところまで行くっていうのもありです。さあ、そんなこともあってね、いろいろね、面白いのがこの一つの熱田神宮の最寄り駅になっています。さあ、ちょっとね、特急乗った方が景気良かったかもしれませんが、その後ね、すぐね、これ強いんですよ。2分間隔でどんどんいろんな方向の列車が来るっていうのが、ここの名鉄名古屋駅の特徴になっているので、急行吉田吉田駅かなになっていますが、これ乗ってまずはね、神宮前駅の方に行きたいと思います。ちなみにどれ乗っても神宮前までは同じ停車駅で走ってます。じゃあ早速列車に乗車をしていきたいと思いますが、やっぱここもね、かなり人が混雑をしています。皆さんが熱田神宮に行きたいというわけでは決してないんですが、それでも2分間隔で列車が走ってはいるんですが、とにかく人で混んでるよっていうのが、ここの一つになっています。名古屋駅は地下ですが、名古屋を出ていくと早速地上に上がってくるので、さっき新幹線で走ったのと同じ場所を走行していくことになります。さて、神宮前駅にやってきました。ここが熱田神宮の最寄り駅になっています。JR と名鉄それぞれあるんですが、名鉄で来るとこんな感じで、さっきのニュース会も含めて全部の列車が止まるよっていうので、少し便利になっています。なんかこう奥にもう見えている、ここが熱田の森とかって言われたりするんですが、本当に駅からも近くなっていて、何はともあれ、まだこの先がありますから行きましょう。ちょっとね、6時半なんですよ。最後に行きたい九州のとある場所が6時半なんで、今これで何時?12時半か。なんでね、もうあとね、6時間しかないんで、ちょっと頑張りたいと思います。というわけで早速、ちょっと熱田神宮の説明は行きながらまた後ほどさせていただきます。はい、奥側の神宮前駅から信号を一つ渡ってやってまいりましたのが、こちらが熱田神宮ですね。熱田神宮でございます。名古屋の方からするとお伊勢さんとかって呼んだりするのが、こちらの熱田神宮になっております。ここの熱田神宮なんですが、これ今回ご参拝させていただく神社の中では最も古い神社になっていて、646年にできた神宮になっています。そのため、現存しているとちょっと言い方が語弊があるかもしれませんが、新しい最近の人っていうよりも、かつての神様ですね。かつての神様っていうのが、ご祭神、州の祭神になっていて、熱田の大神様という方が、こちらの、祀られている方になっています。今度はお寺ではありませんから、名前がね、熱田の大神さんで、祭神という感じの、ご本尊ではなくて、ご祭神という形になってます。で、この熱田神宮はだいたい年間230万人ぐらいの方が訪れて、東海地方の中心に皆さんが集まれるっていう場所になっています。で、ここの特徴なんですが、今回の中でもかなり一つ、大きな独特なものがございまして、何かっていうと、実は日本には三種の神器と呼ばれるものがあります。三種の神器っていうとですね、結構こう名前がこう豪勢なところはあるんですが、八田の鏡、草薙の剣、八坂にの勾玉という3つの三種の神器っていうのが、古来から存在をしているんですが、そのうちの八田の鏡っていうのが伊勢神宮、そして八坂にの勾玉っていうのは皇居に置かれていて、その真ん中の草薙の剣というのが実はこの熱田神宮に置かれているということで、神宮東海圏というとやっぱ伊勢神宮ってイメージがあるかと思います。伊勢神宮の方だと天照大神さんっていうのがご祭神、主の祭神さんになっていますので、そちらもそちらでなかなかすごいとこにはなっているんですが、実は伊勢神宮というのもかなり多くの方がこうねいらっしゃって、そして三種の神器が置かれているような大きな神社という風になっているのがこちらに言われています。ここもまたね、毎年恒例なんですが、たくさんのこうお店が出ているということで、明治神宮とはまた違いますし、川崎の弘法大師さんともまたちょっとね、ここは車来ないんで違うっていう、そんな雰囲気になっていますが、早速じゃあ行きましょう。さすがにちょっと時間が経つからじゃないんですが、人がめちゃくちゃ多いですね。で、ここもまた同じく鳥居ですね。今度も鳥居です。これも木の鳥居なんですが、でもまあ、明治神宮のが大きかったところと、あとは天皇陛下ではありませんので、菊の御紋がついているわけではないということになっていますが、やっぱりここでもね、一つまた頭を下げて、よいしょ、中に入らせていただきたいと思います。いや、多いな。これはすごい。三が日で230万って話になっていますが、それよりもっと期間を広げたらもう300万人やっぱりここでも来るんじゃないかっていう、そんな雰囲気ですね。そして匂いがいいんですよ。もう入ってくると手水、手を洗う場所がありまして、熱田神宮もまたこう人が多いんで、特設手水コーナーもありますが、ひしゃくを使ってね手を洗いたいって方の場合はこっちになってますね。まあでも結構すごい列になってるっていう感じなんですが、どっちもね選べるという感じにはなっております。僕はちょっとひしゃくを使わせていただくことが多いんで、実はこっちよりもね奥の方が早くできたりしますので、そこはタイミングを見つけて、やってみてください。ここもまた上側に次のルートが書かれていて、本宮はど真ん中という流れになっております。本当お正月とかはここに本当人がバーって並んで、前の方で警察官の方とかが整理をするなんていうのもよくある光景になっています。ちなみにこの熱田神宮様のご利益ですね、メインとなってくるご利益が家内安全と無病息災ということになっております。家内もね、もちろん家族持っている方にとっては良くて、僕にとっては一番、無病息災でしょうか、健康にいけるかなっていうのが一つはこのねご利益というのと、またもちろんね家内も無病でね皆さんが元気にっていうのも一つね、ここでねお祈りできたらなと思います。最後にもう一回こう鳥居がね、よいしょありまして、奥の中に入ることができるということになっております。で、このように、目の前、実はここ2種類のやり方があります。さっきの川崎大師さんもごまという形で奥に入ることができるんですが、普通の方はこの手前になってます。この手前側、お社の手前側に白いものがあって、そこからお賽銭を投げるというスタイルになっているんですが、1000円をお支払いすると、奥の特別参拝というものが可能になっていて、奥でね参拝することもできます。今日はちょっとね時間もあれですから、この辺で一つ、奥ちょっとまだこれでもね10人ぐらいあってあれなんですが、ここで一つねお参りをさせていただきまして、また次に行きたいと思います。ちょうど奥の奥ですね、ご本殿の方。ここは伊勢神宮と同じスタイルで、結構ご本殿までは距離があるっていうのがこの熱田神宮になっています。無事にお参りを済ませてまいりました。いや本当にね、健康っていうのを一つね大事にしたいなっていう風に日頃から思うんですが、こちらでお願いをして、で出口が2カ所に分かれてます。この後地下鉄に乗ることもできて、地下鉄神宮西って駅があって、そっちに熱田神宮西かに行く場合はこれ左側で、また名鉄とかはまだまだ僕はちょっと先に西に進まなきゃいけないんで、こっちの左の方に右の方に行きたいと思います。熱田神宮っていうと浜屋が結構に有名ですね。毎年この干支の浜屋っていうのをいただいていく方が結構多くなってます。今日はちょっとまだ先があるんで、バキバキになっちゃうとあれですから、お守りとかはね、もちろん喧嘩にもなってしまいますから、今日は行きませんが、移動していくということになります。で、これね、本当はやめてくれとは結構書かれていたりすることもあるんですが、おみくじになってますね。初みくじっていうのがあって、これはね、今回の中で一番実はね、料金としては、ちょっとね、お高め価格なんですが、200円で、初みくじというのを引くことができるようになっています。で、そうだ、こちら熱田神宮様は神宮なんで二礼二拍手一礼という、そんなご挨拶の仕方となっていました。やっぱお寺とはまた一つ違いますね。はい。で、ここのね、スタイルもね、またこう斬新というか、多くの方がやられるスタイルになっていまして、手前側で、シャカシャカをね、して、シャカシャカをした後で、200円を持って、奥に行くという、そんなスタイルになってますので、じゃあちょっとここでもまた一つね、引いていきたいと思います。このスタイルだと、さすがに54番、50番みたいなことはないと思います。というわけで、やってまいりました。はい、こんな感じですね。28番というわけで、今度は中吉になりましたよ。いや、なんかこう、だんだん上がってる感じがするのはちょっと嬉しい感じではありますが、すごい、でも同じですね、方向は西吉、滝、西、最北、西の北って書いてありましたが、ここも西吉というのと、情けは人のためならずという風に書いてあるのとね、こう人にやれば、幸いよいよ上手とか書かれてるので、今年は結局こういう感じなんでしょうね。ちょっと皆さんのためにね、僕も何かできたらなという風に常々思っておりますが、よりね、ちょっと神様からもこうアドバイスいただいたってことで、ちょっとな、なんかこう、実感が湧くということになりました。いや、はい。ということで、じゃあね、おみくじもいただきましたので、再び移動をしていきましょう。で、熱田神宮の方から出てきまして、また神宮前、JR で行かれると、名鉄で行こうとは思ったんですが、ちょっとこの後ね、本当にだいぶですね、実は先を調べたらかなりタイトになっていたので、そして名鉄もニュース会じゃないとちょっといい感じに行けなそうだったんで、今度は名鉄じゃなくて、ここからね、300メーターぐらい離れたところに、熱田駅 JR があるんで、JR の方をね、使っていこうと思います。このように、やっぱりこう、こっちは、ちょっと川崎に似てますか、シャッター街にはなっちゃってますが、商店街みたいになっていて、少しね、落ち着いて買い物とかっていうのも、やってる店であればパンとかも売ってるのかな、買えるっていうのがちょっといいですね。やっぱりこういうのもなんかこう表参道、参道とは言うのかな、ちょっと言わないのかな、かもしれませんが、でも中店ではお寺じゃないからないんですけど、いろんなお店があるよっていうところを歩いていくという感じになってます。熱田駅の方にやってきました。これがまたあれなんですよ、熱田神宮、年末年始だけはね、正月料金といって、60分1時間1000円とかみたいな、すごいね、なかなかね、激しい料金になるんですね。もう JR の駅のやつなんですけどね。いや、ということで、なかなかね、結構ね、他のとこもみんなそうなんですよ。もしかしたら今日、ごさん参拝させていただいた他の2つの神社、そもそも車でちょっと来るのは厳しい場所かもしれませんが、結構ね、料金が激しいことになってるのが、ここの場所ということになっておりますが、ね、熱田の方にやってきました。正直ね、名鉄よりちょっと泊まる列車も少ないってのあるんですが、若干空いてるような、そんな印象はあります。さあ、熱田駅の中に入ってきました。ちょうど目の前に金沢からの白鷺がお掃除するために入ってきたりという感じで、実はこの熱田駅も結構大きくて、いろいろ見るには楽しい駅になっています。ただこんな感じでご覧の通りで、そんなにめちゃくちゃ人が多くないよっていうような、そんなイメージになってます。これですね、最初、神宮前からだったらこのミュースカイに乗ろうかなとか思ってたんですけど、と思っていたらですね、なんと予定していたというか、1時1分の列車乗ろうとしてるんですが、なんとね、6分遅れとか書いてやってですね、いやー、ちょっとこの後のこと考えるとね、この6分の遅れは結構しんどいんですよね。っていう、ちょっとね、なんかなかなか悲劇的な話なんですが、大丈夫ですかね。いやー、ちょっとね、だいぶね、やばいですね。はい。でもしょうがないんですけど、はい。ということでね、ちょっとね、熱田駅の方に来て、名古屋方面経由していきます。名鉄をね、実は4本ぐらい、もうね、先に送りましたが、ようやく来ました。いや、やっぱりちょっと急いでる時は、ちょっとね、ケチらずに、名鉄で行けばよかったな。やっぱり JR はね、普通列車なんで、15分に1本ですから、遅れちゃったら替えが利かないんですね。いやー、ちょっとこれはね、一つ反省。皆さんもね、良ければ、名鉄を一つちょっとお急ぎの時は、お勧めさせていただきますが、ようやく来た、ちょっとこの列車で、行きますか。いやー、やっちゃったなー。大丈夫かなー。さあ、名古屋に着きました。名古屋に着いたはいいんですけど、いやー、遅いな。めちゃくちゃ時間かかってしまいましたね、本当に。7分遅れということで、結局遅れは増えて名古屋に着いたということになりました。いやー、ちょっとね、正直この後がね、だいぶね、厳しいんですが、うまくいくかな、どっかでなんとか調整しないといけないということで、でもな、行きたかった神社を減らすのもちょっと嫌だし、みたいな、そんな気分でございますが、はい、ちょっとね、早速、新幹線の方に行きたいと思います。で、新幹線の中に入ってまいりました。いや、ですね、本当は乗りたかった列車が、ちょうどね、17分だったんですね、新幹線のぞみ号が。ですが、17分に名古屋駅に列車、ちょうど出てきましたけど、着いたんで、もちろん新幹線はいなくなっているということで、さらに、今日はもう、のぞみ12本台はやってないんで、のぞみの間隔がちょっと空いちゃう時間帯になっちゃって、で、次の列車はこちら、26分まで来ないということで、あとこれ、絶妙なんですね、これね。123分待ちか、3分待ち、それでも早いんですよ。でもきしめん食べる時間はないですしねえっていう、まあそんな話になっちゃって、いやーまあしょうがないですね。いや、名鉄を選ばなかった。僕はちょっとねミスりましたね。ちょっと運が尽きてきたかな。はい。でまあとりあえずちょっと次はですね、京都にちょっと向かいたいと思います。京都っていうのはやっぱり一つね、初詣いろんなスポットがあって、西のこう一つ、でも日本三大とかって言われてることもあるような場所なんですが、次はね京都でございます。京都なので京都の一つね神社の方に行きたいと思うんですが、京都ぐらいだったらね自由席で一緒ってことで自由席に乗っていきたいと思います。はい、というわけでやってきました。新幹線がのぞみ69号の広島行きです。新大阪だったら一番こうね多分空いてると思うんですが、広島って果たしてどうかな。結構博多行きは混んでるイメージ。うわーお、1号車でもなんか結構混んでんな。こりゃって感じですね。大丈夫かな。S なんでね、最悪どこでもされればコンセントはありますが、いやはやまあいいか、とりあえずじゃあ乗っていきましょう。結果的に通路側しか座ることはできませんでした。並びに真ん中もびっちりと人がいましたので、本当に自由席は満席状態となっていました。本当に京都までが30分ぐらいだからまだ助かったっていうのと、 S だったんでこんな感じで充電できるっていうのがまだ助かりましたね。いやこんなに混んでるとは思わなかったな。いや、新幹線やっぱり人気ですね。自由席で京都駅までやってまいりました。京都ですね。はい。東京からスタートして名古屋寄って、そして京都までやってきたということで、京都に14時に到着をしました。最後の最後のとこがですね6時半なんで、もう4時間半しかないんですが、でもね直で行くんじゃなくて、もう一つこう関西、全国で10個200万人以上がお越しになるような神社、そしてお寺を今回巡る、初詣するという企画ではありますが、関西にもまた一つ大きなものがありまして、正確に言うと結構ね2つあるんですが、一応ね関西一と呼ばれます、神社になりますが、そちらが京都にありますので、そちらにちょっと行ってみようかなっていうのが、京都で降りた理由となっております。ただ本当のことを言うと14時ちょうどの、次の列車に乗りたかったんですが、14時ちょうどに京都駅に着いてしまったのでどうしようもないと。で次の列車、普通列車しか止まらない駅となっていますので、さっきの明日駅と同じですね。遅れたら終わりますし、さらに言えば、乗れないとね、大変なことになるよってことになっていますが、とにかくでもね、行くと決めたからには行くということで、最後の方はだいぶ心配にはなっていますが、とりあえずこのまま JR の在来線の方に行きたいと思います。新幹線の改札口を出てまいりました。次の神社をご紹介させていただきます。次の神社はこれです。赤色の伏見稲荷大社さんでございます。ここから稲荷駅すぐで、実は稲荷駅っていうのがもう5分なんですが、本当にJR から非常に近いというアクセス最高の場所にあるのが伏見稲荷大社さんです。明治神宮と同じくやっぱりこうアクセスの良さっていうこともあって、非常に多くの方が訪れるような神社になっています。関西には200万人超えの神社というのが実は2つありまして、1つが住吉大社、大阪にあります住吉大社、そしてもう1つが、今日の京都にある伏見稲荷大社になっています。それぞれご利益は少し違うんですが、実は大阪よりもこの伏見稲荷さんの方が多く訪れます。ただ、年末の三が日についてはまさにもう200万人超えるので、左側の宮古寺快速っていうのも止まるようになっているんですが、今日はね三が日ではないので普通列車しか止まりません。そうなった時に普通列車が15分に1本しかないから、ちょっとねっていう、そういう話になっています。なので14時に乗りたかったんですけど、普通列車が遅れてしまったからしょうがないということになっております。さあ、そういうわけで関西で一応一番参拝客の方が多い神社、伏見稲荷大社、もちろんご利益も全く違うので、それはちょっと後ほどご紹介させていただきたいんですが、次のね15分発の列車で行きたいと思います。はい、では早速乗ってまいりますと、このように車内に伏見稲荷大社へお越しのお客様って書いてあって、稲荷駅だよっていう風にしっかりと案内をしてくれておりました。それぐらいやっぱり伏見稲荷大社に行かれる方が多いっていう想定になっているようですね。ちなみに京都駅からだと JR になりますが、京都以外の場所とか大阪からとかになると京阪とかで行くこともできるようになっています。さあ、そういうわけで14時15分、ちょっとだけ時間があったんで、この間に切符とかを少し買い揃えましたが、京都駅から稲荷駅に向けて移動をしていきます。本当にこういろいろとね移動しまくってて、でやっぱり電車はもうキツキツ混み込みでした。特に京都ってなるといろんな他の神社仏閣、八坂神社とかもこうなってくると逆に今度は八坂神社は100万人ぐらいにはなっているんですが、あったりとか清水寺とかもあったりするので、特に海外の方がこういろいろとめくってらっしゃるようなそんな印象となっていました。ちょうど鳥取方面に向かうスーパーハクトとすれ違いまして、でももう本当に5分ぐらいなんで一瞬で到着をしてしまいますが、この赤色の駅、稲荷駅にやってまいりました。はい、というわけで京都から5分ほどでやってきたのが稲荷駅、そして多くの方がこの駅で降りていかれます。まあ名鉄と違ってこう神宮前みたいな他のルート、まあ実は京阪の伏見稲荷って駅があるんで、そっちから来ることもできるんですが、京都駅から来ようとするとやっぱり奈良線が便利なんで、みんなこっちに集中している感じはありますね。お稲荷さんなんですごいこう赤色になってるのが特徴的な感じになっておりますが、まずはここからねすぐだということですので出ていきたいと思います。というわけでもうね早速登場しましたのが伏見稲荷大社、もう駅から目の前にあるので非常にアクセスがいいのがこちらの伏見稲荷さんになっております。京阪で来た方はこう左の方から少し移動していくってことになっていますが、ここ赤いのがすごく特徴になってます。ただここもやっぱり神社なんで、こうちょっとね鳥居がしっかりあるので頭を下げて、何回か頭を下げて入っていくよっていうのがこの伏見稲荷大社になっております。で、ここの説明をじゃあしながら少しね時間もあれなんでささっといきたいと思いますが、説明をさせていただきたいと思います。この伏見稲荷大社っていうのはまたこれもね実は歴史が前にまず頭を失礼したでしょなんですが、ね、伏見稲荷大社っていうのは稲荷の神様っていうのを、ご祭神としている、神社になっておりまして、お稲荷さんっていうのは基本的に商売の、神様となっていまして、五穀豊穣とあとは商売繁盛というそんな神様になっています。それ以外はもちろんねいろいろとあるんですが、メインはそういったものになっているので、今回ね明治神宮とかあとは飛鳥神宮とかあとは弘法さんの、川崎大師とか行かせていただきましたが、実はねどれもちょっと目的というかご利益が違うということで、どれもねこう専門分野、五角形じゃないですけどこう強いところをどんどん埋めていくというそんなスタイルになっています。でなおかつここは本当にもうすぐなんですね。駅から出て特にお店とかもなくって、逆に言うと京阪から来た方がそういう中店とかを楽しめるかもしれないっていう点でちょっと違いがありますが、もうほんと直進してすぐにもうあそこが手水になってるんで入れるよっていうそんな流れになっています。さあではまたね改めて頭をちょっとね失礼させて下げさせていただいて、さあ失礼しますと、やらせていただきましょう。ここはここでちょっと左側の方に参道みたいなのが用意されているようですね。なのでまたちょっと流れが違うのかな、少し他とねちょっとなんか独特な感覚がありますね。伏見稲荷さんの中身とかいう風に書いてあるんですが、一応ご本堂とかメインのとこはこっちなんですけど、どうやらね奥の方に行く場合に左側っていう、やっぱこう場所によっていろいろと違うのが面白いですね。僕は普通にね商売繁盛とかそっちの方をお祈りという形でさせていただきたいと思います。地図がありました。このようになっているようです。今目の前に行くと楼門をくぐって御本殿があって、まさにこれ有名なあれですね、赤色のたくさんのこう鳥居、稲荷さんというとこう赤い鳥居がいっぱい並んでいるのが特徴になっていて、あとはね重たい石、軽い石っていう確か石もあるんです。あったこれだ、重軽石の結構ここは有名で、その時の予想よりも重ければちょっとね沈んでるし、こう軽いなと思ったらこうね今いいよっていうなんかそういうのを示してくださるのが重軽石って言って、こういろいろと奥の方まで行ってね行けるということなんで、ここにねいろいろ場所が用意されていたっていう形になっていますが、ちょっとね時間がねこの後も実はありますので、とりあえずちょっとご本殿の方にご挨拶させていただいて、初詣ですからね、また千本通りとかっていうのは別の機会にっていう形にしたいと思います。ではねこちらの方ですが、ここも同じくあれですね、ひしゃくはないタイプの手水になってますね。じゃあちょっとね手水の方させていただきます。中にね入っていきましょう。ここはねさっきの風神雷神とはまた違って狛犬さんになってるんですね。そう、まさに稲荷というとこうお稲荷さんなんで狐さんとかってそんな感じになってて、どっちもこれはあうんというか加えてますが、そういうのがねここのねお稲荷さんになってます。だから豊川稲荷とか愛知県だと有名ですね。なのでそういうのもあって、でもこっちは開いたり食い閉まってるのはあうんの呼吸っていうのがよくあるんですが、こんなね赤いとこちょっと失礼して入っていくという流れになりました。でここの舞台とかもあるんですね。だから結構こうねなんかどっちかっていうと出雲大社にちょっと似てるような感じがしますが、お稲荷さんとしてめちゃくちゃ大きな場所ということになっていて、まあ、おみくじとかね、あとはおみたま、お守りのことをおみたまというのかな、ここではちょっと詳しくはないんですが、そういうのは端っこに用意されているっていう感じになっていて、ここですね、ここから入っていくよということで、あ、鈴シャリシャリはね混雑防止ということになってますので、ダメということですね。じゃあまあここは五穀豊穣と、あとはまあ商売の神様ですから、まあ、今年もね無事に活動できるようにということをちょっとこちらに入ってね、お参りしていきたいと思います。ではお参りを済ませてまいりまして、ここも神社ですから二礼二拍手一礼の形でご挨拶をして出てくるということになりました。あんまりこっちから出る方いないんで、まあ、さっきのね右の方から出るっていうのも一つありなのかもしれませんね。はい、ではね、じゃあ一応時間も時間ですが、おみくじだけ軽くすかせていただいてでいきたいと思います。おみくじは同じくシャカシャカタイプですね。シャカシャカしてでお願いするという感じですね。料金が書いてないいくらなんだろう、ちょっとわかんないですが、ちょっとやりたいと思います。引いてまいりました。32番という番号で、料金書いてなかったんですが200円の納めですとお話だったので引いてまいりました。よいしょ。おっ、なんこれ、初めて見た。何これ、え、大大吉という、すごい。あ、やっぱ西だ。おおおお、なんだこれは。身のいに祈ることまこしらえれば山近く三つの灯火、はははは、あ、祈ると何事も願って叶うとすると、よく慎み考える、よくまあ考えてちゃんとねやろうねっていう、やっぱここですね。おーおーおー、なんかこう、なんかいろいろとこうやりつつ、だんだんなんか運が上がっていくという、これちょっとなんかスピリチュアル的にいいのかもしれないですね。はい、だんだん上がってきましたが、ありがとうございます。じゃあちょっとね、ありがとうございますということで、早速ちょっと次の場所にもうちょっと進んでいきたいと思います。ちょっとこっちから出るのかわかんないですが、数人こっちから出てらっしゃる方もいたんで、僕ねいつも真ん中から出て入ってさせていただいてて、特に詰まってないんで、じゃあちょっとお稲荷様にねご挨拶をさせていただいて、再び平気の方に戻っていきたいと思います。本当にありがとうございました。再び稲荷駅に戻ってきました。ここから電車乗っていきます。京阪ではなくてもうね京都駅に行きたいです。ここからどんどん西に行きたいんで、早速ここから入っていきます。稲荷駅のホームにやってきました。もうねすごい人なんですよ。真ん中は4両編成かなだと思うんですけど、まあいっぱい人で、いや三が日だけじゃなくて正直ね、3連休ぐらいまではいやー人がね、そういう時はね、快速止めてもいいんじゃないかなって正直そんな気になっちゃうぐらいのめっちゃ混雑でしたね。中央日本はやっぱり結構大変かなっていう風に思いました。ただまあ言うても稲荷から京都なんで、まあまあまあって感じなのかもしれませんね。はい、でねこの後ほんと京都で一瞬で新幹線乗らないとやばいんで、さっきの京都の乗り換え時間でねあらかじめ稲荷京都間の足が出る部分については買ってですね、実は入ってたというね、その種明かしがありますが、ちょっと早速これ乗ってまた西の方に行きます。京都の乗り換えはちょっとあんまうまく取れないかもしれないです。ではそのまま電車乗ってきて東福寺京都と非常に混雑はしていましたが、今度の列車はもう遅れなくなんとかやってくることができました。いやちょっと大大吉の効果というかをすごい実感しているところではありますが、京都駅の乗り換えはわずか3分の予定となっています。さあ無事に乗り換えできるでしょうか。頑張ります。あ、よし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 、なんとか間に合いました。いやーこれね乗れないとね地獄だったんですよ。いやのぞみ33号博多行きでございまして、ですね乗ったからにはもう行っちゃいますと、九州です。もうこれ博多まで乗ります。次はね博多まで行きます。で博多に行こうとすると新幹線の本数が非常にこう少なくてですね、もうねやばいんです。6時半までに行かないと中入れないんで、なんとかね死ぬ気でっていうのがあったんですが、なんとかね、まあ、これでも最後の最後また頑張んなきゃいけないんですけど、とりあえずなんとか乗ってきたと、いうことでやってまいりました。で、神社の話をちょっと冷静に話をさせていただくと、あとは大阪に住吉大社っていうのもあって、住吉大社に行こうとした場合は天王寺とかからですね、阪海線路面電車とかを使っていくよっていう、まあ、そんな場所になっていて、さっきの、富士見稲荷大社さんも250万人ぐらいの方がいらしてて、住吉大社さんは逆にちょっとね減るよっていう感じになっているんですね。そうなってくると実は伊勢神宮はって話になるんですが、実はね伊勢神宮は全国国の初詣十欠には入ってないんですね、これが。まあ、お伊勢さん結構ね、年間で通してっていうところなのかもしれません。もちろん初詣で、ね、行かれる方多いからこそ、近鉄の終夜運転なんていうのはあるわけなんですが、しかしね、今のところは今回の十欠じゃないので、場所っていうのもありますけど、成田山新勝寺はちょっと遠いですが、多いので、それもあるんですが、今回はね、省いたっていうような、そんな話になっています。でも本当、京都とか見るとね、こんな感じで、当時とかもありますから、本当すごいね、いっぱいお寺があって、どれもこれも人気だと思うんですが、その中でもとりわけ人気なところをここまでなんと4つもうね、行くことができました。だんだんこう運気が上がってくるという、こうなんか奇跡的な、そういったね、話になってきて、すごい面白い感じはするんですが、じゃあ次はね、博多駅の方まで新幹線で行きたいと、今のところも並んでましたね。です。で、新幹線ね、またね、これもね、直前に買ったせいでじゃないんですが、こんな感じでね、普通席はもうなかったんで、特典またちょっとね快適に行かせていただきたいと思います。2時間とだいたい3時間弱かぐらいですけど、グリーン車ね0円ですから、ちょっと許していただいてということで、はい、すいません。はい、ということでね、ちょっと博多までねゆったりと行きます。はい、では早速またグリーン車の方に失礼させていただきますが、今度はね、結構グリーン車でも混雑をしていました。というのも、今回どうやら僕は京都から乗ってるんで、新大阪までっていう方もかぶって、なかなか取りにくかったっていう事情になっていたみたいですね。新大阪からであればもうちょっと空いていたんじゃないかなっていう感じでした。いやー、本当にだいぶ汗もかいてきましてですね、いや疲れてきましたね、本当にね。いや、でも本当にありがたいことをさせていただいたのと、あと一つまた驚いたのが、JR 東海の区間が新大阪までの1区間だけなんですが、入っていますが、なんとおしぼりをいただいてしまいました。京都新大阪間、非常に区間が短いんですが、それでもお手拭きをいただきまして、本当にありがとうございます。ちょっと顔を拭くとか、あんましないですけど、ちょっと拭きたくなってしまうような、そんな気分ですが、ここからね、新幹線でまだまだ移動をしていきます。ちなみに、僕、昼ご飯も結局食べてないんですね。この後今ちょうど新大阪を出ますと、また車内販売あるんで、そこへ何か見繕いたいなとは思いますが、新大阪を出ていきました。様々な列車が止まっていて、そして左手側、今大阪駅のスカイビルとか梅田スカイビルとか見えていますが、住吉大社も本当行こうかと迷ったんですよね。伏見稲荷と住吉大社どっちにしようかなとかって結構今回も考えたんですが、それでもやっぱり人数が多いっていうのとアクセスっていう意味で今回は選ばせていただいたということになります。やっぱ神社系っていうのはね、朝の時間、閉める時間っていうのがあって、閉門してしまいますからね、24時間やってらっしゃるところもありますが、三が日を超えるとなかなか時間の制約もあって大変だよっていうのが結構あるかと思います。そしてちょうど海と明石海峡大橋が見えてくると、明石海峡大橋は淡路島、そして四国、徳島方面へに結んでいきますね。そうすると四国の方にまた有名な神社っていうと、讃岐のこんぴらさんということで、琴平ですね、こんぴら宮と呼ばれる神社があるんですが、そちらはだいたい50万人ぐらいの人出となっています。なのでちょっとね、やっぱり四国なんで人出は違うかなっていう感じにはなっています。またこれも新大阪に入って JR 西日本の山陽新幹線区間に入ってきましたので、ここではお手拭きいただきました。なので正直言うと、京都から新神戸まで例えば新幹線のグリーン車乗ると、のぞみ号の場合は2つお手拭きをいただくっていう可能性がありますね。で、そこから先で車内販売がやってまいりましたので、お弁当を食べようと思ったんですが、なんとお弁当はですね、あんまり数がなくて売り切れということになってしまったので、今回は淡路島牛乳ドーナツと、僕は結構広島のもみじ焼きが好きなので、もみじ焼きの生もみじの方を2ついただくということで、ちょっと対応させていただきました。はい、ちょうど今岡山を過ぎたところになりますが、こんぴらさん、あとは今ちょうど白尾線のとこなんですけど、出雲大社ですね、出雲大社とか呼ばれるものも、島根県にありますが、出雲大社になると今度はまた少し人が増えて、三が日でだいたい60万人ぐらいの方が訪れるっていうような、そんな場所になっています。でもやっぱり200万人と比べるとってなりますが、でもね、3日間でそれだけの人数を集めるってまたすごいですね。そんな話をしてるとだいぶ日が傾いてきて、今新幹線は広島にやってきました。ここ広島にもまた有名な神社がございまして、これが宮島の厳島神社となっています。宮島の厳島神社っていうのは逆に今度はちょっと少なくって、だいたい毎年20万人ぐらいと言われております。まあ、新幹線とかがあるので、関西の方に行かれたりとか、もしくは僕が今から行こうとしている九州の方に行こうとしている場合、もしくは船もあって、宮島に行く場合は船で行かなければならないんですが、その船とかっていう制約も相まって、少し人数が少なくなっているのかもしれません。まあ、でも結構こう年間通して宮島の厳島神社行かれる方も多いので、まあ、そういうところでね、結局合計では同じぐらいになるのかもしれませんが、初詣の人数としてはちょっと少ないのが厳島神社となっているようです。さあ、まあそんな話をしつつ、少し寝つつみたいな移動をしていますと、やっと新幹線は九州に入ってきました。小倉ですね。九州でございます。いやいよいよやってきました。まあ、明るい時間帯になんとかやってくることができたなというのと、まあ、当時かが12月22日に済みましたので、また少しだいぶ日の時間、太陽の日照時間がだいぶ伸びているって感じがあるのかもしれませんが、いよいよ九州です。さあ、ではいよいよ九州を、ちょうどすごいな、福岡空港から多分上がってきた飛行機でしょうか。すごいお腹が見えていますが、そう飛行機、いや京都から、まあ、関西から飛行機で福岡に行こうかとも思いましたが、やっぱりこう飛行機に分があるのは4時間以上になってきてしまうので、そうなってくるとやっぱりまあ一応3時間ちょっとでやっぱ行けてしまうんで、そうなるとやっぱり飛行機よりも新幹線のがっていうことになります。なので結局は新幹線で来ましたが、ようやく博多駅に来ました。まだこっからも汗なんで、まずは新幹線降りていきます。あー、着きましたよ。博多ですよ。いよいよ福岡県の博多までやってきました。やっぱ時間かかりましたね。3時間弱かかって、ようやく博多駅に到着をしまして、さあそんなもん言ってはありません。実は今時刻が5時30分。さあ、あと今回最後に行こうとしている神社の参拝時間まで1時間しかありません。ちょっとここから先またね、お急ぎですよ。ちょっとね、急がないと間に合わなくなるので、早速ちょっと博多には着きましたが、一息つけたりラーメン食べる時間ありません。一番の最速ルートで次の場所へ行きます。今日で JR 九州の列車のホームにやってきました。次の列車もこれです。着いてわずか5分乗り換え、笠崎号で、肥前鹿島ではありませんが、このね、笠崎号に乗車をしてまいります。いや、そうなんですよ。このね、特急、なんかこれだけ見ると顔みたいに見えますが、そうじゃないんですが、この下のね、こんなとこトイレあったっけ、を使いまして、次は二日市に移動をしていきたいと思います。二日市です。二日市に移動をしていきます。武雄温泉、長崎佐世保方面には参りません。しばる道にご注意ください。すごいめっちゃ説明をしてましたね。確かにマークというか、列車だけ見たら普通に長崎行く列車と同じなんであれなんですが、長崎に行かないよと、一応肥前鹿島行きだよなんていう。結構ね、アナウンスをしてましたね。ということでね、早速、いきなり5分で、ちょっとめちゃくちゃ大急ぎだったら、大変でしたが、早速、こちらからね、列車の方を乗車をしまして、二日市に向けて移動をしていきます。今回乗車している特急かささぎ8両編成ですが、4号車から後ろが自由席になっていて、実はこの今乗っている車両っていうのは様々なこう座席タイプがあるのが特徴になっています。なので、例えば今回僕自由席なんですが、こんな4人用のボックスシートも自由席になっていて、普通の席の方が混雑していたので、こんな座席をちょっと座らせていただきました。テーブルがついていたり、リクライニングはしないんですが、半個室のコンパートメント、これも自由席っていうのはちょっとなかなか面白いですよね。いや、皆さんで乗る場合でもここを使えます。いつもの指定席の時は確か3人以上じゃないと販売しなかったような気がしますが、ちょっとなんかこんなね、特別な空間に乗れて、やっぱりこう JR 九州らしさだなっていうのをしばし味わいながら、まあ、でももう二日市って一瞬なんで、もう着いちゃうんですが、そのままちょっと次に向けて移動していきます。ということで、やってきたのが二日市駅でございます。博多から二日市までやってきました。そうすると、なんとなくこう駅が赤いのが分かりますか。こんな感じで、ここにも駅のマークをちょっと光っちゃってますが、飛び梅と書かれていて、梅のマークがついています。そうなんです。次行きたかった場所というのが九州。これもね、なんとかというか200万人をどうやら超えているそうなんですが、初詣の、聖地というか初詣の場所となっている太宰府天満宮でございます。今日一番行きたかった10個のうちの5つ目になるわけなんですが、こちらはここ九州福岡の太宰府天満宮です。何に追われてるんだっていう話ですが、三が日については夜でも太宰府天満宮の中に入ってパチパチと手を合わせていくことができますが、今はもうね6時半なんですね。で最後の入り口っていうのが6時半で閉まってしまうので、ちょっとね6時半と言いながらなんとかここにやってきたという、そんなことの次第となっております。さてでもね、実はここ二日市、ちょうど目の前にまさに太宰府天満宮って書いてあるんですが、太宰府天満宮へはすぐは行けません。本当だったら福岡天神から西鉄に乗って行くのが一番ベスト、もしくは福岡から地下鉄に乗って役員から行くっていうのがベストだったんですが、もうそれだとですね、みんな6時22分に太宰府駅に着くことになっていたんで、ちょっとそれはきついなと思ったので、二日市駅まで JR で来ました。多分これがタイミング競馬最速なんじゃないかなと思うんですが、まずはちょっとね、どういう風に行くのかを皆さんにも実演をさせていただきたいと思います。というわけで二日市駅の外の方に出てまいりました。いやはやちゃんとねこんな感じで向こう院の方をしっかりともらいまして、特急列車もね一瞬ではありましたがネット切符の方で買ってねということで来ることができました。はい、こんな感じで二日市駅になっていて、ここからがもうねライフの赤色になってるんですね。でどのように行くかっていうと、一択はタクシーがあります。でもタクシー以外にこんな感じ、太宰府天満宮へは楽しい中央通りを通って西鉄二日市駅へ徒歩10分となっています。6時3分の電車があって、それに乗ればなんとかちょっと余裕を持っていけるかなという感じになっています。タクシーで行くとあと15分で着くことができるのでちょっと迷いますが、最後はね足で稼ぐかと、ここまでグリーン車を乗せていただいたわけですからね。ということで今からは西鉄の二日市駅に行って、でそこから太宰府行きの電車に乗っていくという、そんなスタイルで行きたいと思います。いやー、ここで降りるの僕正直初めてなんですが、そんなこと離れてると時間がなくなっちゃうので、ちょっとねお急ぎ楽しい通りを通っていきます。確かになんかイルミネーション綺麗で楽しいかもしれないですね。しかし今ちょうどバスとすれ違って、バスの行き先が太宰府で行きだったんですね。いやー、これバス使った方が良かったかな。ちょっとこれは大失敗だったかもしれない。正直少し後悔しつつあるんですが、道としてはねこの右側の道をまっすぐということのようなんですが、バスどうだったんでしょうか。とにかくもう時間があと30分しかない。やばい。電車までもあとね8分ぐらいしかないということで、とにかくちょっと頑張っていきたいと思いますが、いやー、おー大丈夫かな。その後は中央通り商店街をとにかくダッシュ、すごい綺麗なイルミネーションの場所がありました。結構クリスマスが終わってもイルミネーションは残っている場所っていうのが意外とあるみたいですね。また下側を見ると商店街に JR 西鉄と書かれていますように、正直二日市は JR の西鉄バラバラなのかなと思っていたんですが、意外と近いみたいですね。でなんとかこう走っていくと、ちょうど今右の一番手前に止まっているのが太宰府行きです。でなんとかこうもう息ももう絶え絶えではなっていますが、これでやってきまして、ここで乗りたかったのが18時3分発の太宰府行き。それを逃すとここは本数が少なく16分発になって、16分発に乗ると22分に着いちゃうんで、結局今回のルートを取ったのは失敗でしたねってことになっちゃうので、死ぬ気でこれに乗りに来たということになります。頑張れば乗れます。10分っていうのが標準になっているので、ちょっとダッシュすれば10分以内でもいけるんで、意外とこのありかもしれませんね。はい、こんな感じで二日市で乗り換えて行った方が天神から行くよりも近いのかなって思ったので、よかったら皆さんも太宰府に博多から行かれる際は参考にしてみてください。はい、というわけで久々の猛ダッシュをしてしまったわけなんですが、何度か乗ってくることができまして、もうねぶっ倒れそうですね。はいではありますが、でもダッシュした分こっから先は少しゆとりが持てますから、こっから先は太宰府、二日市、五条、そして終点の太宰府へと走っていきます。ここにね電車にはねもうどうあっても西鉄の福岡天神からは今回の列車には乗り継ぐことはできませんでした。さて太宰府駅にやってきました。6時10分です。なんとか6時半の前に到着をすることができました。もちろんまだ太宰府天満宮には着いていませんが、いやよかったよかった、なんとか間に合ったということで、いやよかった。いやこれね最速じゃないですかね。だって博多着いてから30分でここまで来ましたからね、さすがに福岡、天神とか行ったらそれだけでもう時間が過ぎてたんじゃないかなって気がしますが、これで到着をしました。でまあここ太宰府天満宮っていうのも大体ね、10月にすると大体10位ぐらいに入ってきますが、九州各地から皆さんが訪れまして、大体200万人ぐらいが訪れられるというそんな場所になっております。さあもう時間もないのでね、早速こうお話をしながら、太宰府天満宮のお話しながら初詣の方に行きたいと思います。出てきました。そうするとすごい目の前にバス止まってて、このバス博多行きって書いてますね。福岡空港や博多から直でバスで行くっていう手もあったみたいです。でも多分こっちの方が早いんじゃないかなって気がしますけどね。さっきの伏見稲荷も京都からタクシーとかで行ったら道が大混雑しちゃうんで絶対電車ですよとかって書いてあったので、まあ、そんなところはいろいろと参考にさせていただきました。で、次に向かっていきます。太宰府天満宮、太宰府様とかって呼ばれている場所になりますが、まず天満宮と言いますように神社でございます。神社になっていて、なので仲見世とかではなくて、これも参道とかっていうのかな、やっています。まあ本当にこんな感じで人がたくさんいらっしゃいますように、やっぱこう九州で一番皆さんが集まるっていうのがここになっています。で歴史もなかなか古くって、919年からできているというような神社になっていて、全国に例えばね北の天満宮とか有名だと思いますが、天満宮系っていうのがあるんですね。まあ、その中の一応総本山と言われてます。1万2000社っていうのかな、あるうちの一番こうトップになっていて、ここ以外の天満宮と名前がついている部分については、まあ、文化とか文系とかいうのかな、ちょっとそこもあれなんですがになっているっていうのがここの一つの特徴になっています。でそうなってきますので、御神体とか、まあ、御祭神とか、まあ、いろんな今日言い方をさせていただきましたが、この太宰府天満宮には一応ね祀っている神様、御祭神様がいらっしゃいますが、その方については菅原道真さんという、実在していた人物になっています。手前にはこう梅ヶ枝餅っていうのもまた有名で、こうおまんじゅうなんですけど、梅のね刻印のようなものがついているようなおまんじゅうがあります。それは後ですね、ちょっとまた失礼なところをお伝えさせていただいて、でそうそうこれとかはね石の鳥居になっていますから、またこれも明治神宮とはちょっと違うねっていうそんなものになっております。で菅原道真さんっていう方がいらっしゃっていて、ちょっとねいろいろ政治とかっていうのがあって、怒りを鎮めるためにこう作ったとも言われているような場所になっています。ご利益は学問の神様です。菅原道真さんというのはこう学問の今神様になっているので、今日ねいろいろと神社縁結びだったり、こう商売繁盛だったり、無病息災とかもいろいろありましたが、その中でも学問、また今日もね本当に五角形がうまくこうくっついたねって話になりますが、学問の神様と呼ばれているのはここで太宰府天満宮さんになっているということで、受験とかでね、いや僕も正直何回か訪れたことがあるようなそんな場所になっていますが、そういうね学問の総本山というのがここ太宰府天満宮さんになっているということになってます。早速入っていきましょう。ここから先がいよいよ、本殿というかの中に入っていくということになります。明治28年の鳥居さんになってますね。でもこうね石になっててね、またね木とは違い味があります。失礼しますと。で入ってくると、ここから先もいくつかこう太宰府っていうのはね結構独特な部分もあって、それをちょっと次でご紹介させていただいたんですが、線香とかっていうね川崎大師さんにあった線香とかっていうのはこちらにはなくって、ここはですね実は牛さんです。牛さんというのが一つ神様になっていて、ここで皆さんが今触っているように牛さんのこう頭とかね、まさにさっきの線香とかっていうのを自分のいいところにって話しましたが、ここの場合またね牛さんをこう触ってあげるっていうのがね一つの、太宰府になっているということです。ちょっと僕の方もね失礼させていただきまして、こんにちはと。これね牛さんですね。みんなが触ってるからちょっと牛さんの回しが若干湿ってて、なんかたすきの駅伝のたすきみたいになっていますが、こんにちは。いやこんにちは。これから花粉もありますからね、お花とかね触らせていただいて、ちょっとねこう結構ね頭のところはすごいねテカテカってしてますが、はいこのねここに、ご神牛さん、ちょっと読み方があれですが、ご神目とか馬さんとかいますか、こちらはね牛さんになってます。伊勢神宮とか行くとご神目って言って馬さんになっていて、で馬さんがね先ほど白い馬さんがいたりたんっていうのもあったりしますが、いよいよこれねもう一回また鳥居になりますから入っていきます。よいしょ。そしてね、次またこれが太宰府ならではになっていて、ここから橋が3つあります。で、過去、現在、未来を示すような橋と言われていて、ここ今から橋渡っていく際には、必ずね、振り返ってはいけないと言われております。なので、ここでね、振り返っちゃうと、ちょっと良くないという風なんで、ちょっとね、声をね、かけたりしちゃダメだよっていう、そんな場所になってます。ちょっとね、橋ごとに段差が違ったりとか、大きさが違ったりするんですが、ここ3つについてはね、必ずね、振り返らないっていうね、まあそんなね、お話になってます。なのでね、こことここですね。じゃあ足元ね、気をつけながら、なるべくね、振り返らないよっていう風に言われているということですね。まあ、ちょっとその理由とかもね、結構諸説あったりするんですが、よいしょ。過去、現在、未来、これどの順番だったかななんですが、こうね、初詣、まあ、初詣にかかわらず、毎年結構8月に、よいしょ、来たりしてたんですが、ここをね、3つ橋を渡って、よく弟とね、声をかけてね、後ろを振り向かすようなことをやったことはありますが、まあ、皆さんはそんなね、いたずらはせずに、そのままね、行っていただければと思いますけど、3つの橋を渡ると、いよいよ御本殿の方に入っていくという感じになります。3つ渡ってきまして、中に入っていくと、お、天神様って書いてありますが、この方がまさに菅原道真さん。そして鳥居がありますが、鳥居でまた一つ頭を下げさせていただいて、入ってくると、今度またね、手水がございます。お手手洗って入っていくという、まあ、1日で5回する人もなかなかいないとは思いますが、僕もね、させていただきましょう。本当にこう、神社によって考え方がまた一つ分かれているようになってきまして、ここもね、秘釈ではないパターンになってますね。やっぱ人が多く訪れるということだからでしょうか。なのでね、秘釈じゃなくて、この手をね、洗っていくということになります。じゃあね、早速行きましょうか。中に入っていきますが、これも初めてだから僕新年に来たことはなかったんですが、金河新年というように書かれていますね。で、ここの門をくぐって中に入っていくということになりますが、あ、ここもいらっしゃいますね。あうんの呼吸の神様が右と左側にいらっしゃいます。で、ここもね、一応ね、しか踏まないんじゃなかったかな。で、時間がこれね、ありますように、6時半なんですね。はい、夏とかだと7時までやってますけど、早めなのでということになっていて、結構ギリギリタイムです。失礼します。おー、なんかすごい、こんなんだったかな。なんかめちゃくちゃ綺麗になってますね。あれ、なんか任してきた時とはちょっと違って、御本殿がめちゃくちゃでかくなってるな。あれ、なんかすごく大きくなってる。あれ、すごく久々に来させていただいたんですが、なんかすごい大きくなっていました。そういうわけで、ね、なんかね、すごい妙に手前に来て変わってるなと思って、もともと本殿があった側の方にやってくると、今ね、ちょっとなんか新しいことをどうやらされているようでして、ここです。ここに飛び梅って書いてあって、さっき塚市駅にあったように、太宰府天満宮というと菅原道真さんなんですが、菅原道真さんというのが一つ歌を読まれていて、こち深場、匂いよこせよ梅の花と、主な人て春な忘れそっていうのがあって、要は、天神様はもともと京都、都にいらっしゃったんですが、都からね、ちょっと都落ちという形で、この、太宰府の方にお越しになられた時に、お好きだった梅に向けて詠んだ、句があるんですが、それにまつわってこう梅があって、で、ここにね、まさに奥に御本殿があったんですが、どうやらここを見てみると、太宰府天満宮御本殿についてと書いてありまして、ね、令和9年に迎える菅原道真公さんの、太宰府天満宮の式年大祭、1125年式年大祭というのを行って、124年ぶりに今改修を行っているそうでした。はい。なので、ちょっと今まで見覚えがあった僕はね、御本殿がないよっていう、あとこう目のマークがついていますが、っていうのはね、そういう理由だったようです。はい。なので、ちょうどここにね、待合所があって、僕も何回かやらせていただいたことがあるんですが、この左側だったかな、ここですね。これがまさに御本殿になっているんですが、今ね、こちらについて改修中ということでしたので、こう新本殿というか仮殿ということになっているそうです。ただご神体の方はね、そのまま移動しているようなので、まあ、ちょっとね、改めてお話というかね、気になっちゃったんで先に見ちゃいましたが、改めてちょっとね、学問の神様ですから、学問について少しね、お願いをしてみたいと思います。そんなわけでお参りを済ませてまいりました。こちらの太宰府天満宮様っていうのは、真ん中にこう鏡が置かれていてですね、こう鏡に映る姿っていう形で、自分が映ると思うんですが、それもこうなんか自分を振り返ろうみたいな、そういうね、確か言い伝えがある場所になっていました。まさにこう弘法大師さんだったら弘法様がいたりとか、いろんなこう形でご祭神の方とかね、あとはご本尊というのが固まつられているんですが、こちらは鏡というのがこう太宰府の一つの特徴になっております。で、本当に多くの方が訪れますので、お守りもいろんな場所で授預けてくださるようにはなっているんですが、今はもう夜となっていますので左側のみという感じになっているということみたいですね。はい、なのでね、まあここも本当に有名なのはまさに学問ですから、学問のお守りとかっていうのをお授けいただいて、ではご祈願とかね、こう昇殿するっていうことも可能なので、そちらの方でねやるという感じになっています。本当にね、僕も何回も来させていただいて、こっちも梅があってね、さっきの方角からも昇殿って話をしましたが、僕よくねあったのがねこっち側でしたね。こっち側の方から昇殿をさせていただいて、でご祈願を仕掛かしていただいてっていう感じでやらせていただきました。いやー、ここもね今ね本当に改修中ってことなんで、まあ、こうやってね今後どうなっていくのかなっていうのはちょっと気になりますが、ちょっとまだねしばらく時間がかかりそうですね。はい、いずれね今の姿に慣れていくことでしょう。ではね、おみくじの方もさせていただきましょう。こちらのおみくじは番号とかを引くんじゃなくって、100円を入れさせていただいて、箱から出して最後にねチェックをしていくということになります。さあ、だんだんこう上向いてきたとこですが、最後は一体ねどういう形でフィニッシュとなるんでしょうか。早速おみくじの方を開いていきたいと思います。それ以外だとここも結構絵馬とかが有名で、合格のお祝いということで絵馬を書いて、そして受かった後はお礼参りって形でまたやってきて絵馬を書くっていうのも太宰府では結構あったりするようです。さあ、こんな感じでね、実は太宰府もおみくじ季節によって色が違っていて、夏は実は水色になってます。ですが冬とかの寒い時期とかっていうのは梅の色でピンクになってるんですね。さてどうかな、よいしょっと。お、答えはこれでした。はい、この度はぬさもとりあえずたぬけんはおにじの錦神の間にわにと、これ聞いたことあるな。最後はね5番で中吉という形になりましたね。はい、読んでみましょう。大事ですから。ゆとりの中にも揺れ動く運気が漂ってますと。色恋ばかりに浸ってはいけない。誘惑に気を許すことなく所持に注意すべきでしょう。けじめをつけておくことが大事。ほう、楽しさ、家庭の明るさ、楽しさが仕事に影響すると。ほうで、あとはまあいろいろ書いてあるんですね。学問とかの神様ですから、よいしょ。旅行は連れあればよし。なんかさっきも同じこと書いてた。やっぱ結構すごいですね。で、学問はどこだ、ここか。学問は、よいしょ。よいしょ、こんな感じで。試験入学を怠らず努力すればよしとか、なんかいろいろ書いてあるんですね。はい、という感じでございまして。はい、ありがとうございます。本当に、ね、いろんな言葉をお授けいただいたので、これをまた参考にしながら、今年1年の指針とさせていただきたいと思います。で、太宰府のお参りも済ませまして、ようやくちょっと一息つくことができましたので、こちらの笠野屋さんっていう、結構有名なお店で、梅替え餅1つ150円を買ってきました。こんな感じの白いおまんじゅうになっていて、真ん中に分かりますか、これです、これです。ここにね梅マークがついていて、パリッとしてるんですよ。これがね結構物産だったらギリかな。あとはお弁当とかね、いろんな場所で食べれたりするんですが、基本ねデュルデュルというかね、皮がねもうねデュルデュルになっちゃってるんで、梅がや餅の良さっていうのはパリッとしたお餅の中にある美味しい粒あんになってますがのまんじゅうなんで、ぜひね皆さんもよかったらね現地で食べることを強くお勧めしたいです。で、こんな感じで、すごいスタバもなんかすごいおしゃれになってまして、景観を重視しているのがよくわかりますね。いやというわけで、まさに食べ歩き向けのこの梅がえ餅になりますが、まずは一つねここで食べさせていただきたいと思いますね。梅がえ餅なんですけど、非常にね熱いんです、非常にこれ。中にこんな感じでね、美味しい粒あんがあって美味しいんですけど、熱い。こうね、皮は本当味がない、パリッとしてておせんべいみたいになってるんですけど、中のねあんこがねすごい甘くてね、めっちゃうまいです。よかった。ちょっと今日ね移動してきた甲斐があったなという。よかった。というわけで皆様いかがでしたでしょうか。今回は2024年の初詣企画というわけで、200万人を超える大体10個の神社、そしてお寺から5つ選びまして、全国は巡ってみました。東京の方からスタートをしまして、明治神宮、川崎大師、熱田神宮、伏見稲荷、そして太宰府天満宮と巡らせていただいております。今回他にもお話をさせていただいたように、住吉大社であったり、氷川神社だったり、あとは成田山新勝寺だったり、鶴岡八幡宮とか、いろいろいろんな鶴岡八幡宮とか、いろいろとまだまだ200万人を超えていく神社等々はあります。もちろんそちらもまた今後行きたいなとは思いますが、今回はねご利益も違った5つの神社の方、そしてお寺の方を目指して移動させていただきまして、いろいろとねこうお願いをしつつ、いや2024年ちょっとスタートからなかなかちょっと悲しいことがついてしまってはおりますが、こうなんとかね立て直していい年になりますようにということで、皆さんのね代わりではないです。多分見てくださる方もこの中のどれかに行かれたよっていう方いらっしゃると思いますが、一緒にねこうお祈りしてくださいまして、そしてまた今年がいい年になりますように、こう強く強くこう期待しながら移動していきたいと思います。やっぱりこう神社とかいろいろと巡っていくと、さすがに5個も一日で行ったことはないのであれなんですが、なんかだんだんとこうね、なんかわかんないですけど、パワーをもらったような、ちょっとそんななんか今はすごいね晴れやかな気持ちで、なんかねああよかったなーなんていう風に終わることができて、なんかこうおみくじも意外とこう寄ってくるというか、同じことを言われているよということで、基地とかね中基地とかいろいろとこう名前はもちろん違うんですが、いやしかしそれでもなんかこうね、あ今年はこういう風に僕は行かなきゃいけないんだななんていう風にもね学ばせていただきまして、いや一つちょっとねお正月らしい企画をやることができたんじゃないかなという風に思います。いやこんなね企画やってほしいなとか、こういうのを巡り方どうですかとか、いろいろねアイディアとかございましたら、ぜひねコメントいただけますと幸いでございます。はい、というわけで今回は初詣企画ね5つの5大神社お寺ツアーって言ってもいいのかなですが、やらせていただきましたがいかがでしょうか。いやちょっとねやっぱり神社系は早く終わってしまいます。熱田神宮だけは今回の場合だとゆっくり時間制限は確かなんかノーリミットなのかなと思いますが、巡り方も結構ね工夫が必要で、ちょうど12時間ぐらいかかりましたが、まあ、朝早くから移動するにはちょうどいい企画なのかもしれません。まあ、僕朝に早いんで苦手ですが、逆に夜はちょっとねゆったりあるんで、だからちょっと福岡の美味しいものを食べようかななんていう、そんな風になりますが、皆さんもよかったらね一つね初詣じゃなくてもね夜巡るの楽しいと思いますので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回動画は終了させていただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。